ウィーン中央墓地にあるアンツェングルーバーの墓、ルートビヒーアンツェングルーバーは、オーストリア帝国ウィーン出身の劇作家、小説家。1870年に教会を批判した劇曲、キルヒフェルトの牧師を発表し、劇作家として大成功を収め、ウィーン民衆劇の最後の劇作家と呼ばれた。1839年11月29日、父ヨハン・アンツェングルーバーのもとに生まれる。 父のヨハンは、ベルトルト・シュバルツという作品で成功を収めた作家だったが、ルートビヒ・アンツェングルーバーが5歳の時に亡くなってしまう。アンツェングルーバーは、父の後を継いで、ウィリアム・シェイクスピアや、フリードリヒ・ホンシラーなどの作品を読んで育ち、はじめ書店の店員として働いていたが、チョーチフスに、罹患したため、俳優に転身した。1869年には、 警察の初期を務める傍ら戯曲を書くようになり、翌年の1870年に教会を批判したキルヒフェルトの牧師を発表し、劇作家としての名声を博した。その後は、劇作家に転向し、偽善農夫や第四回など、資本主義を攻撃し、民衆や農民を題材とした優れた戯曲を表した。1885年には、戯曲、帰宅を発表し、 1887年に、フランツ・グリルパルザー賞を受賞した。1889年12月10日、炭素銀にかかり、命を落とす。満50歳であった。ウィーン中央墓地に墓がある。アンツェングルーバーの作品は、ドイツの劇作家であるフリードリヒ・ヘッペルの、写実主義要素を受け継いでおり、民衆や農民を題材にした戯曲が多く、自然主義的な作風が見られる。 戯曲の面では登場人物に方言を加え、性格描写に定評があり、特に喜劇の開革が特徴的であった。小説の面では不当な信仰を風刺し、民衆のキリスト教家を目的とした作品を書いた。また、郷土文学としての特徴があるが、今日ではア安ン,ングルーバーの作品が読まれることは少ない。ABC 翻訳家によっては、 キルヒフェルトの神父などの表記揺れも見られるが、本記事では、キルヒフェルトの牧師として統一する。ABC オグリ 1972P571 アンツェングルーバーとは、上田工事文章著、世界大百科事典、第2版、ことバンク、2016年10月6日閲覧。AB 星の 1967P614 ブーテノー1971 P50, ありがとうございます。